毎日くまごみんなおはくま。本日3月30日はマフィアの日くま。実はこのマフィアという単語、とある事件をきっかけに作られた言葉くま。この事件というのは1282年の今日、イタリアのシチリア島で起こったシチリアの蛮鐘事件くま。この事件はフランスの支配下にあったシチリア島民がフランス兵に報復を加えたことで起こった事件くま。その際にシチリア島民が一斉に唱えた復讐の文言を訳してマフィアになったんだって。くま子がマフィアのボスになったら入団試験はこんな感じ。くま子ファミリーへようこそ。くま子ファミリーの入団試験はくま子が満足するおやつを提供することだ。ほう、約束通り持ってきたようだな。どれどれ、おいしいくま。君には今後第7地区を担当してもらうくま。おいしい食べ物屋さんを発見したらすぐ報告するように。それではアリーデベルチ。